はい。えー、録画始まりましたでしょうかえー、今日はですね、あのー、ハロウィンなんで、あのー、墓場に来て、録画をしています。えー、夜なんでちょっと怖いですね。はい。えー、それではいつもの通り、また、えー、っと、プレゼンを表示して、えー、お話をさせていただきたいと思っています。プレゼン見えているでしょうか見えていますよね、きっとね。はい。えー、今日はですね、あのー、 授業の方法の2回目でえ話し方をどう教えるかについて、えー、ご紹介をさせていただきたいと思っています。はい。今日の目標ですが、す、え、で、ー、に作成済みの評価基準に合格できるような会話の授業を組み立てることができるです、えー。先週は文字を認識するための授業の例をご紹介しましたが、えー、今日は会話の授業というわけですね。 はい、えー、その前にですねまず先週の,あの復習なんですけど第2言語習得理論で、えー、皆さんに覚えていただきたいことが2つあります1つは、えー、たくさんのインプットと少しのアウトプットということですね、えー、すいませんこれしつこいですけどあの,あの繰り返しをしていますはいもう1つは、えー、なるべく現実の世界に近い状況で えー、話すあの話せるようにするための実物教材ですね。この二つに注意しながら、今日も実際の授業の例を考えてみたいと思います。はい、今日はその会話の授業ですね。えー、っとこのコースではずっとそのオートバイで日本を旅行する時の地図を買うことができるという、えー、CDS の授業を例に考えていますけど。 今日はその細かく分けた CDS の最後の部分、レジでお金を払うことができる、これについて、えー、ご紹介をしたいと思います、えー。ここからはですね、4つの会話例をご紹介したいと思います。4つとも同じ場面ですが、少しずつ違う会話になっています。ここではどうやってたくさんのインプットをするかという観点で聞いてください。えー、あまりですね、 細かくそのレベルとかを設定しているわけではありません。はい、えー。最初の会話はですね、クレジットカードが使えないという例ですね。はい。えー、っと、ここでは、学習者はレジで支払い、お金を払うことができればいいです。で、普通の本屋さんなら、えー、レジの機械に数字で値段がき、あのー、示されますから、1900円になりますという部分はわからなくても 構いませんただクレジットカードを扱ってないということは、えー、これがわからないと現金でお金を払うという行動につながりませんから、えー、例えば「申し訳ありません」というのが、えー、誤っているお詫びの表現であるということとか「現金だけ」という言葉は理解する必要がありますね。また最後の「100円のおつりです。この部分も え普通は100円玉を見ればわかりますので、えー、お釣りとか100円という言葉がわからなくても大丈夫です。はい。2番目は、えー、クレジットカードで普通に支払いができる会話例ですね。はい。これが一番シンプルです。よろしいでしょうか。はい。じゃあ3番目に行きます。3番目は、えー お取り扱いしていませんお取り扱いしてないんですよというそういう、えー、理解できない表現を聞いて「カードダメですか?と」と他の言葉に直して確認するという会話例ですね、えー、4番目の会話例はクレジットカードも使えないし、えー、現金も持ってないので「えー、じゃあまた来ます」と言って要するに「買えないで帰る」という例ですね はい、以上4つの会話例をご紹介しましたではこれを実際にどうやって、えー、たくさんのインプットとして、えー、聞かせるかをここからご紹介したいと思います、えー、まず最初は特にタスクを与えないで、えー、聞かせてみましょうさっきの会話例の1から4を続けて聞かせます、はい、2番目ですけど、えー、次からはタスクを 与えて聞かせてみます。でその最初にはですね、えー、客が買ったか買わなかったかに注目して、えー、聞かせます。で、この下の方に、えーうん、記入欄がありますが、こういう記入欄を作って、えー、例えば、えー、買ったらはい、買わなかったらいいえ、などのようにしておくといいと思います。えー、ここでは、 1>, 1から4まで続けて聞かせて4だけ買っていないということを確認すればいいと思いますはい3回目はですねその店がクレジットカードが使えるかだけに注目して聞かせてみましょうで先ほどはですね「あのはい」とか「いいえ」って日本語で書いてありましたけどもしそれがまだですね書くのに時間がかかってしまうような場合はもちろん 英語で書いたり、あるいはその地元の媒介語で、えー、書けばいいと思います。えー、この場合は、会話の例の2番で、えー、クレジットカードを使えるということがわかりますね。わかりますというか、かあのー、会話の例の2番でクレジットカードが使えますので、ここにイエスと書くという、えー、例です。はい、えー、次は4回目ですけど、あのー、 客が現金を使ったかかどううということですね。この場合はあのチェックマークになっていますがこういう記入の仕方でも全く構いません、はいえー、ここで現金を使ったのは1番と3番でしたね2番はクレジットカードを,っのを使って4番は結局買えなかったというパターンでした、はいえー、第2言語習得ではたくさんのインプットと少しのアウトプットが大事だということを えー、申し上げてきましたね。であの、アウトプットに関してはですね、このようなロールプレイというのが最も典型的だと思います。で、ロールプレイというのは、ロールは役割ですよね、プレイは演じるですから、役割を演じることによって語学を学ぶ方法なんですけど、えー、これはですね、あの例えば文系シュレバスとかでも、えー、よく使われます。あの 例えばコミュニカティブアプローチでもロールプレイは、えー、かなり重要な練習の方法の一つです。ただ行動中心アプローチでとても違うのは、えー、基本的にはですね自分以外の人を演じる必要はないということですね。あくまでも自分だったらどうするかを考えて会話します。ただ、えー、教室以外の状況を設定するためにこのようなロールカードを作るわけですね。 また、レアリアと言いますけど、えー、さっきも言いましたが、えー、本物の地図やクレジットカード、お金など、そういうものを、えー、準備しておくといいと思います。すみません、ちょっと下にあれが出ちゃいますね。レシートとかでももちろんいいです。必要あればとてもいいですね。はい。えー、っと、教え方の留意点ですが、えー、例えばですね、これお願いします。クレジットカードいいですかという、えー 言葉はですね、その二つの言葉は、四つの会話例のすべてに出てくるんですね。それが一番大切なたくさんのインプットというわけです。なんでかというと、四つの会話例で出てきて、それを今まで4回聞いたわけですよね。ですから合計で16回も聞いたということになります。それから、えー、じゃあこれでお願いしますというのは、最後の買わなかった例を 除いて3つの会話例で出てきますからでしかもそれを4回聞いているので3、4、12ですよね12回聞いているという風になっていますはい、これがそのくどいですがこれがたくさんのインプットですねしかもそれがですね文系シラバスとかに出てくるパターンプラクティスとは違って全てに文脈があるということに注意してください その文脈というのは太郎さんとか花子さんとかではなくて学習者本人に関係のある行動なわけですね。えー、またここではですね、音声を何度も聞くパターンをご紹介していますが、中にはですね、目で文字を見ないとどうしても覚えられないという、そういう学習者の方もいらっしゃいますね。その場合はもちろんスクリプトを見せても構いません。えー、ですけど実際の行動の時には、 スクリプトを見ながら、えー、話すということはあまりありませんよね。ですので、えー、CDS のところにメモを見ることができればというような条件を入れておくと、えー、それを目標にすることができるんじゃないかと思います、えー、大量のインプットのための音声というのは、えー、先生がその場で読み上げたりしてもいいと思うんですが えー、あらかじめ録音しておくこともできます。でその場合ですね、昔は、えー、スタジオとかを借りてですね、えー、ノイズが全くないところで録音するというのが理想的だと言われていたんですが、えー、最近はそうでもなくて、スマートフォンとか IC レコーダーでもいいという考え方が多くなっています。なぜかというと、えー、普段の会話でもですね、 スタジオのよううに雑音が全くくなないといいと状況はそれほど多くないからですね。実はその丸ごとの、えー、音声データもですね雑音がないパターンとバックグラウンドに音楽が流れていて、えー、そうした背景音の中から音声を聞き取るという 2, 2種類の、えー、音声データがそれぞれの会話例などについて用意されていますで選べるようになっているわけですね で、アウトプットに関してはですね、えー、先ほども申し上げましたが、えー、客として地図を買うというのが CDS ですから、えー、できればですね、店員の役割、店員のロールを学習者にはさせない方がいいと思います。えー、で、クラスの、例えばですね、クラスのペアワークとか、そういう時でどうしてもやらなければいけない時は、もう店員の役の人は、えー、スクリプトを読んでもいいですよというふうに、 なぜかっていうと、えー、店員のようにですね、敬語を使った行動ができるようになることは、少なくともこの CDS を扱うレッスンでは求められていないからですね。はいえー、それではあの、うん、これは先週もお伝えしましたが、えー、来週までの課題をご紹介しておきたいと思います。 もうすでに皆さん評価方法を考えてくださっているので、えー、そのし、えー、評価方法を作った CDS を1つ選んでくださいで。もしですね、評価を作ったときの CDS では事業がやりにくいなというふうに考えてみたときはあの、別の CDS に今から変えてくださっても構いません。でもそ,の前その場合も、まずですね、えー、どのような評価をするかということを まあメモでもいいので、えー、ざっと考えてから授業の案を作ってください。で、えー、この課題にはですね、必ず A、B、C、A、の3つを入れてください。えー、まず、その、私がいつも紹介しているように、その日の目標を CDS の形で必ず学習者に伝えてください。えー、で、CDS ですので、 この言葉を覚えるとかこの文型が分かるとかそういう言語に関したものではなくて具体的な行動ができるようになることを目標にしてくださいそしてたくさんのインプットと、えー、少しのアウトプットを必ず入れてくださいで文字の場合はまあそのアウトプットといっても文字の場合は指さすだけでもいいです会話の場合はロールプレイがいいと思いますけどね 提出は、えー、Google スライドや、えー、PowerPoint のようなですね、プレゼンテーションか、あるいは文書でお願いしたいと思います、えー。文書の場合は、先週も言いましたが、先生が何をするかではなくて、学習者が何をするか、これを書いてください。はいえー、次は、えー、参考文献です。これはですね、あのー まあ私がこれ今水曜日に録画しているので、えー、昨日のズ、えームでお話ししたときにですね、えー、授業の様子が全然想像できないという声がありましたので、えー、実際の授業の様子のビデオもご紹介したいと思います。えー、これがビデオですね。これはあの、えー、このスライドに埋め込んでありますけど、あ、ちょっと待た下てました。この、えー、と下の URL を、えー 皆さんのお持ちのブラウザーのアドレスバーにこれを入力していただければ、それでもご覧になることができます。はい、あと上の、こちらはですね、国際交流基金の丸ごとという教科書のいわゆるマニュアルですね、教え方のポイントというものです。これも実際の授業を想像する上ではとても役に立つと思います。 えー、ただしですね、えー、これらはあ,のあくまでも一つの例にすぎないので、必ずこのようにしなければいけないというわけではありません。はい。で、いつもの通りですね、えー、この後、ズ、えームの話し合いがあります。ズ、えームの会議室 ID は今までと同じものですね。はい。えー、それではですね、えー、また、ズ、えームで。 皆さんにお会いできることを楽しみにしております。